アラマイ、セルです。はあ、無事帰ってまいりました。もう感無量ですね。おかげで帰りの電車間違えました。間違えちゃうよね。そんぐらい前が見えませんでした。とにかくね、今深夜4時、6時、もう6時、早朝、もう朝6時なんですけどね、まあ一睡もしてないです。カオリのラジオ聞いたりとかして、なんかなんやかんや言ってたらもう朝になっちゃいました。そのままの勢いでちょっと撮ってますけどね、こんなスカガチドローちょっと記憶にないっすね、マジで。あります？俺はない。まあ早々にダビド・ルイスが退場になって10人になったわけなんですけどもね、それについてはまあケンケンガクガクいろんな説が渦巻いてますけど、その30罰、退場 PK 出場停止っていうのが、まあ、なくなった説みたいのがあったっていう話なんですけど、まあ、確かになんかそんな聞いたことあんなと思ってたんですけど、でもどうやら、まあ、有識者の方によると、その30罰っていうのはボールに行った場合それが適用されるってことで、ダビド・ルイスの場合は、まあ、ボールに行ってないと、ボールに行かずにファールしたってことで、まあ、あの退場はまあ順当というか妥当なんだそうです。まあまあまあ、でも、まあ、それはいいんですよ。俺はね、退場だろうが何だろうがっていうのは、なんつってもね、スタンフォードブリッジっていうスタジアムね、退場3人目ですから。もっといんのかな。いや、もう俺の記憶の中でも3人目っすね。ほら、アンドレ・マリナー先生にチェンバレンの身代わりで退場させられたギブスでしょ。あとはチンジュ・ジエゴンとやり合ってまんまとはめられたガブちゃんね。そんなんあるから、全く珍しくないんですよ、このスタジアムで赤髪って。もう全く慣れっこ。あ、またねって感じ。あ、いつものやつねって感じやから、うん、また来ちゃったって感じ。そしてブーイング浴びながら退場するダビド・ルイスですよ。やっぱあの男はね、スタンフォードが似合うよね。似合う。味方ながらあっぱれ。うん。まあ、元はといえばですね、ムスタヒのバックパスが原因なんだけれども、ね、バックパスが原因なんだけれども、でも蹴るときはね、ムスタヒね、もう用語じゃないよ。用語っていうか、まあ、ちょ、一つ言わして。あのね、ムスタヒはね、ちゃんと蹴るときね、ボール見て蹴ってんだよ。ボール見て蹴ってんの。ちゃんと。ボール見て蹴ってるんですよ。今回はたまたま距離がミスっただけなんです。わかるよ、俺はわかるんだよ。俺もね、FIFA プレイするとき、距離感ミスるときあるもんね。あーって。画面スクロールの前のとこからこう蹴ったら、あーそこ、もっと遠くやったっつって相手にカットされるみたいなときあるもん。みんなもあるでしょ。あるんだよ。ゲームでさえあんだからさ。あるんだから。ピッチで起きないわけがないんですよ。ないんだよ。ピッチで起きないわけがないの。俺も気をつける。気をつけるぞ。うん。みんなも気をつけて。ね。でもそっからさ、よく宇宙王者チェルスキー相手によく頑張ったよね。もう頑張ったとかじゃないよ、もう。もう頑張るとかいう次元じゃない。そんな次元じゃない、もう。もちろん、まあ戦術云々っていうのもあるんだろうけど、今回に関してはもうそれを超越した何かだと思うんですよね。いや、もうね、とんでもないもの見たって感じです。ね。そして63分、ついに来ましたよ、その時が。
ガビーの飛び出しからの独走、カンテがズコーってこけたわけですけど、あのピッチャーぶらまかれてるんかな、そうなのかな、まあ、よう分からへんけど滑るよ、すっごい滑るよ。そして桜ももう怒ってきそうなピッチですからね。ジョン・テリーもズコーってなったでしょ、ズコーってズコーってなったでしょ。そういうとこなんだから、あれは気をつけないとすっごい滑るんだからね。まあそれはさておき、いや落ち着いて決めましたよね、ガビね、落ち着いて決めた。実はあれと同じような飛び出しで、夏なんか親善試合かなんかでね、一度外してるんですよね、あれと同じような形で。それをさサクッと決めちゃうとか、もや進化が止まらないよ、進化が止まりません。でスタンドドッカンですよね。いやこの大爆発ね、いつ以来ですかね。こあのね、本当にもうなんかアウェーならではっつうかね、ホームだとなんかホームではもうなかなか味わえないようなアウェーならではの爆発っていうかね、っていうのは、まあ、敵地に乗り込んで、やっぱもうみんな一人一人心のどこかに何か抱えるもの、思うところがあって乗り込んでるわけですよ。でその試合中もホームサポから罵られディスられね、もう、なんか4万いくら入るんでしょあそこね。だ3万何千人のサポに罵られてディスられて、でもその積もり積もったものが一気に爆発っていう、もう絵も言われぬ光景なんですよ。絵も言われぬ瞬間、まあそれに関してはそのゴールの瞬間は一応概要欄とかに URL 貼ってあるんで、それチェックしていただければと思うんですけど、もうドバドバ一気に吹き出しましたよね、脳内麻薬ベータエンドルフィンが。耳プチってやって、耳プチってやって、ほらバキがビクーンってなるやつね、エンドルフィン、エンドルフィンマシーンですよね、クイーンのエンドルフィンマシーンあるでしょ、あの K-1 のテーマソングやった、でー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 で、あれがもう脳内にこう鳴り響きましたよ、もうヘビロテヘビロテ。まあその後84分、アスプリキエタ、アスペリクエタ、なんかそんな人にセットプレーからサクッと決められちゃうんですけど、それでね、まあ万事休すかって思われた時に、我らがキャプテン降臨ですよ、キャプテン降臨、我らがキャプテンヘクター・ベジェリン、左足一閃、ありがとうございます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 。あのね、その瞬間のスタンドですけどね、不思議とね、1点目より明らかに落ち着いてたんですよね。普通さ同点追いついた方が盛り上がるじゃないですか、普通はね。でもね1点目よりもね若干静かやった。それなんでかっていうとね、わかるんですよ、その信じがたい光景を前にね、全ての人間がもうふわふわした感じで、もう夢の中にいたような気がするんですよね。俺がそうやった、全く信じられんかったもんね。多分これきっと夢やと思って、多分目が覚めたらやばい、目を覚めないでって思いましたよ、思いました、小今も思いましたね、小今も思いましたよ。なんか俺そんな感じがするんですよね。そう、俺はね夢を見たんですよ、夢を見た、今季一番の夢を見たんですよ。10位、10位でもこんな夢が見れるってすごくないですかね。
すごいでしょ。まあもちろんね、優勝争いができるに越したことはないし、まあそうすべきやと思うし、そっちの方が素晴らしいことだと思うけど、でもそれだけがフットボールじゃないってことですよ。プライドとプライドをかけて戦って、ネバーギブアップ!ね。最後の最後まで、誰一人諦めず、前向いて戦い抜くっていう素晴らしさ。これじゃないですか。我々に欠けていたものは。ね?俺はね、それを見せてもらえたってだけで、もう満足というか、もう満腹。満腹やし。そしてこれからも、アルテタっていう先頭の船に乗って、新たに夢を見に行くんですよ!でしょ?そう。行くの。コイマンも言うてた。ね。とにかくね、いい初夢でした。いい初夢でした。あざす、おすって感じです。まあちょっと詳細的なもんはね、もうちょっとその、行き帰りの出来事みたいなとか、詳細的なもんはちょっとブログに書こうと思いますけど、まあ、皆さん、良い一日を、ね、良い一週間過ごせるんちゃいます？次は27日、FA の、ボンマス戦ですけど、とにかくいい一週間お過ごしください。でね、この、ネバーギブアップっていう今回みたいな、諦めない力を体現したドキュメンタリー映画がね、89っていうドキュメンタリー映画が 1.25 横浜フットボール映画祭で日本限定上映されるわけですよ。ね。これ本当に見てほしいんですよ。まさに今日みたいな試合を追った、もう89年のね、フットボールのファーストディビジョン最終節のリバポー戦。2点差で勝てば優勝っていう一戦を追ったグーナーマストのドキュメンタリー映画ですから、もう、カオリンのプレビュートークショーもあるし、ね。カオリンのプレビュートークショーやぞ。もあるし。なんか裏話も聞けんのかな、笹旅の裏話とかも聞けんのかな、なんか知らんけど、25歳未満の人は学割で半額らしいから。ぜひ、ぜひ行ってください。これ本当に、これは本当に見てほしい。これステマでも何でもないぞ。グーナーマスト。俺が見てそう思った。俺はこれは見なあかんと思った。これ全員、アーセナルファンは全員見なあかんと思った。全然ステマじゃない、これ。俺はステマの時はステマって言うてるでしょ。これはステマじゃないんですよ。ステマじゃないからもう、横浜フットボール映画祭。見て、ね、で、最後にこれだけ言わせてください。俺はアーセナルでよかったよ。カモユンガランス。サルでした。毎度、おっす。あざっす。あざっす。6時半。なんかいろいろ、近所迷惑っぽい。わ